飛んでん、嘆く。阪神は5日、甲子園球場で行われた楽天戦に2対3で敗れ、4カード連続の負け越しとなった。ワンアウト2塁のピンチを背負った守護神岩崎は石原を空振り三振に仕留めたが、続く小郷にライト席へ逆転ツーランを被弾。甲子園は静まり返り、ベンチの岡田監督も厳しい表情を浮かべるしかなかった。2日連続で終盤をしのぎきれない状況に、岡田監督は、ふっふっふ。そんなん結果やろ ?2 点じゃあかんってな。ずっとやんか。5回から言うとる。2点じゃ絶対やられるでってと、怒りの矛先は、ヒンダが続く打線に向けられた。交流戦はこれで1勝6敗。2点以上奪ったのは、4得点を挙げた5月31日のロッテ戦のみ。交流戦のチーム打率は、2割6厘、平均得点は 1.7 と厳しい数字が並んでいる。2点で終わる打線があかんって言うてるやん。打順を何番に入れるとか、そんなん、メンバー今折れへんねんから、なんとか点を取るためにこっちは、やってるだけであってお前。と、口にするしかなかった。二軍から来た秘密兵器が島田だもんな。もうこれは呪いというか呪術というか。早く中日戦にならねえかな。お前ら舐めとんのか、高校球児でももうちょっとマシやぞ。春季キャンプで選抜したメンバーで野球する岡田阪神、切られた選手はなかなか浮かばれんよな。監督が休養すれば勝てるんじゃないでしょうか。優勝してから、打線の補強を全くしなかったから、タイトル争いするような選手でもないのに、ヒヤホヤして。今岡田劇好機は何してんのと言いたくなる。去年がたまたま、矢野、金本の時からチャンスに打てない金打線やったやん。二軍から、もっと打てる選手を、どんどん上げよう。岡田のコメントも他人事のようですね。ノイジーは、もうええやろ。クックックって、余裕をかましとるけど、ずっと連敗しとるわやないか。はっきり言って、二軍で結果出してる若手を起用した方が今の試合より断然に面白いで。